小上選手にどうやったらそんなスイングスピードが出るかっていきたいです。スイングスピードを上げるには手だけでは手打ちになってしまって、やっぱりボンミスが増えてしまうので、体を使ってやっぱり手だけでボールは落ちないんです。やっぱり下半身を意識して関節を体重移動させる、右から左に回旋するようなイメージで、あとは手をバックスイングはあんまりこう揃えてない。